劉飛重市茂春とは、江戸時代後期の大阪の浮世絵師。非全国長崎家事長の昇華、山口善衛門の次男として生まれる。俗称は、山口仁次郎。玉竜亭、呪山、日華ともゴース。茂春とは、信仰のあった、花笠外市の著、役者風俗、三国志の序文には茂春について、が、お好み新職を忘れ、しなくて学び間を見て臨死。 ついに一家をなすに至るとあり、要するに定まった絵の師匠はいなかったと記している。丸竹、西区二広、または柳川主信の門人だったとも言われるが定かではない。幼い頃に、父前衛門と共に長崎から大阪に移り住む。文政十二年から天保三年の間には大阪の三津寺町に住んだ。作画期は文政四年からのものが確認されており、作品は、 役者絵や半本刺し絵、肉筆画などがあり、一説には芝居の絵看板も描いたという。当初は長崎国茂、梅丸、蔡国茂、また立川国茂とも称している。文政9年7月に柳、蔡茂春と改名、天保元年からは玉、ま、竜帝の号を使う。茂春の役者絵は国茂を称した頃は、 江戸の役者園に近い赤抜けした画風を見せるが、竜飛氏を称し始めた頃から、情報へ特有の濃密な画風に傾倒し、固定化している。去年51。墓所は、長崎県長崎市の栄章寺。改名は、のろしさん、春子寺。かつて、大阪市天皇寺区の伝密寺にも墓があったが、伝密寺は、戦後に、他の寺と合併しなくなっており、 茂春の墓も現存しない。門人に柳京帝、茂直、を茂房がおり、茂春の長女米は米春と合して、画業を継いでいる。ありがとうございます。